はい、みなさん、こんにちは、歴ク人講師の荻原です。二千十八年司法書試験、えー。初学者向けですね、初級受験者向け、商業登記法を記述式。迷ったらこう書くというテーマでお話をいたします。 初級者の方、それから中級者の方、ですね、えー、試験勉強を始めて1年もしくは2年というですね短期で合格を目指している方に多いんですけれども特に商業登記においてですね書き方が分からないという方、結構いらっしゃるんですね。で場合によってはですねこれのいろんな参考書などを見ると書き方が微妙に違うんだけれどもどれが正しいんですかって質問があります。結論かから言いますす全部正正解解どれも正解です何でか ね、商業登記において、特に登記すべき事項に書いてあるですね。表現方法が違うっていう意味は何でかっていうと、日本語として妥当な表現になるように書こうとしてるから、その部分が違うんです。ちょっとね、えー、具体的に言ましょうか。あの、雛これって言うのがあるんですけどね。まあ、レックの書籍なんですけど、これ評判いいんですよ。 でそれはともかく、ですね、えーまあ、これ、運の講師がね監修してたものなんですけれども、うん、今、適当に開きましたでこういうふうになってるわけですよ代表取締役の、ね、変更で次の者のが退任しましたなんてあるわけです。で年月日、次の者の退任代表取締役 B 代表取締役 C っていうふうに書いてあるで登記の自由ですね、これが代表取締役の変更なんてあるんですけれどもこれね、あの大事なのは日付と それから退任の旨と退任した人の資格指名です。次のものもっていうのは書書いてててあっっもももかなくても正直どっちでで結構です。だから年月日平成28年5月20日代表取締役 B および代表取締役 C 退任だって丸だし年月日代表取締役 B 点代表取締役 C 退任だって丸です。 えっとちょっと厳しそうなのがですねこれあの年月日代表取締役 B 点、同、C、退任って書いたときに点数が引かれるかどうかっていうのは微妙なところなんですね。とっうのは本当は使わない方がいいかなという気はしますあの株主総会議事録とかの議事録上だとよく、同、っていうふうに使うことがあるんですけれども申請情報としては資格と氏名ははっきり書いた方がいい。 でこれに対して次のものなんていうのはです、ね、これ入っても入らなくても正直どっちでも結構です。 次のものは退任なんて書いてあることもあります。これもどうでもいいです。いわゆる手によはとか接続詞とかは正直入っても入んなくてもどっちでもいいんです。あの商業登記の登記録をですね、ちょっと想像してみていただくとわかると思うんですけれども、代表取締役退任した場合には退任の旨とその人の資格のところにアンダーラインが引かれるのと退任の日付が登記されるだけなんですね。で、そういう登記をするために登記すべき事項はこれだよって言ってるわけですから、 ですねえー「の」が入るとか「和が入るとかこういうのは正直どうでもいいんです。えっとね、ひな雛レの次のページのところに今度は、ね、取締役会設置会社の定めがあるんでこれもちょっと見せておこうかなと思うんですけれどもこちらはね年月日設定取締役会設置会社ってあるんですねでこれも、ね、年月日次の通り設定って書いてあって別に丸です何の問題もありませんこういうところのブレというのは全く気にする必要がないただし1つの単語法律用語取締役会設置会社っていうのはこれは1つの。 単語法律用語ですからここはこのまま書かなきゃダメこれを例えば取締役会の設置をしている会社なんて書いたらこれは実務上補正対象になりますし試験対策上も点数引かれたって絶対文句は言えないわけですでも次の通り設定とか年月日取締役会設置会社の定めの設定って書いたってまあいいでしょうっていうことです大事なのは日付と何が起きたかということと えー、その変更後の内容ですね、これが書いてあることが大事だよってことなんです、それから登記の自由ね、これの書き方って、多分いろんなひなてでぶれてはいないと思うんだけれども、ここの書き方、迷う人も結構いるんですよ。で、あのなんでって話を聞くと、これ、不動産登記の登記の目的に相当するものだって思ってらっしゃる方がいるんですけど、違います、そうじゃない、登、ね、記すべき事項ってのは、これ、登記事項じゃないです、あ失礼、登記の自由ね、ごめん、登記の自由っていうのは登記事項じゃないです、登記事項はこっち。 登記すべき事項に書いてある方、ここをですね、えー、余計なことを書く、あ、あの、手に用派はいいんですよ。手に用派はいいんだけれども、単語間違うっていうのは結構まずいです。ね。で、これに対して登記の自由はね、登記官に対してざっくりこういう申請をしていくよっていう意味の見出しなんですね。だから、こっち間違えてもそんな大きなミスにはなりません。あの、書き方、正直ここは多少ぶれてても何の問題もないところなんです。 だから、初学者の方に、ね、よく言うのはです、ね、これだけ覚えておいてください判断は丁寧に精密にで回答を書くときには単語だけしっかり把握した上であとは大胆に書いていけばいいですよということなんですね、はいえー、では皆さん頑張ってください今回の講義以上で終了いたしましょうどうもお疲れ様でした。